どうも、漁師正人です。さて今回なんですけど、またねこの軽トラの後ろに積んであるんですけど、まあ、このねタンクっていうんですけど、これを使って潜水漁のね様子をお届けしたいと思います。で今がですね2月の中旬で、さっき車に乗ったらねマイナス1度というですね、めちゃくちゃ寒いコンディションの中ですね、これからこの海に潜りたいと思います。今午前8時ぐらいですね。で普段ね皆さんこの沖に見えてるような防波堤で釣りされる方ねたくさん見てらっしゃると思うんですけれども、こういったね防波堤の下ってどういう風になってるのか、気になってる方もねたくさんいらっしゃると思います。今日の潜水漁では普段皆さんがね釣りをされてるような防波堤の足元ですね、あの辺がね一体どういう風になってるのか調査がてら潜ってみて、で何かね魚だったり貝類もね、まあ、多分いると思うんで、それらを捕まえてね、まあ今日の僕の昼飯にしようかな、まあそういった感じで漁師飯をお届けしたいと思います。でもちろんね私これ作業着ですけれども、このまま潜るわけにはいかないので、まあ、こういうですね全てこうつながっているようなドライスーツを着て海の中に入りたいと思います。まず着替えます。でちなみにね裸にこのドライスーツを着るわけではなくて、まあ、靴下も履いてますけれども、まあ、基本的にはですねこうやって中に服を着て皆さんねこのスーツを着ます。でへーって思われるかもしれないんですけれども、この中に厚着をすればするほど、海の中でもあったかいというね、まあ、こういう丘でですね普段皆さんが重ね着をするようなね感覚全く一緒で、寒い時なんかはこうやってね厚着をしたりなんかもしますね。今回はねちょっと寒いかもしれないんですけど、1枚脱いでこのスーツを装着したいと思います。でさっきの上の服1枚脱いだ理由なんですけど、このスーツの中厚着すればするほど、こういう服を着れば着るほどですね、水中に入った時、まあさっき言ったようにですねこの中水が入りませんから、ある程度の空気がある状態です。このスーツの中にある程度の空気があります。こういうね分厚い服を着てれば着てるほどですね、この中の空気が抜けづらい、水中の中でちょっとね浮き気味の姿勢になっちゃうんですね。でそれを抑えるためにこういう鉛を腰に巻いて海に入るんですけれども、もちろんですねこれが軽ければ軽いほどですね水中の作業はしやすいですし、私もね腰のヘルニア持ちということもあって、できるだけこういう重い装備はつけたくないので、ちょっと1枚薄くしたっていうことでございました。さあそろそろね潮も満ちてきたんで、こっから入ってですね、で皆さんが普段釣りをされてるような防波堤で、まあ、何か獲物をね取りたいと思うんですけれども、もう一工程ね、このドライスーツここにねチャックがあります。これね誰かに締めてもらわなきゃいけないんですけど、まあ、今んとここの周りに誰もいないので、ちょっと軽トラで探しに行きます。よし、ちょっとですね漁業組合に着きました。どうにも思うよ、いかんがこいつ、今日なんじゃない、何が思うの、どうや遊んで違うんだ、これがよう、こうやって練習すごいな、この高いなのね、スーツもね15万クール、もう寒いのによ、もうぐらいはい、漁師の中でね一番偉い人、組合長にやってもらいました。でこれからまあ満ちてきたこともあり、海の中入って獲物を取るんですけれども、この潜水漁っていうのはね、まあ基本的にはまあナマコ、サザエ、あとはアワビといったね、まあそういったのをね基本的には取るんですけれども、今回はねまあできれば魚を取りたいんです。魚を、なのでね魚を取るときはねこれでこのようにつくんですけれども、まあ見てわかるようにちょっとね錆びちゃってるんで、もう少し研いどきます。はい、こんな感じでね、こっちの根元の方はあんまりやらずに、お魚に刺さっていく部分だけ研ぎました。これで OK。はい、そしたらこのタンクにハーネスつけて、ここをロックして、よし。で、口に加えるところだったり、残圧計がついてるやつを取り付けて、ちなみに見えますかね、ここにはね、ちゃんとオーリング、パッキンが入ってますね。でここをねじ込むだけで簡単に装着できます。そしてねここの大元を解放すると、
この口に加えるレギュレーターにエアーが来て、このタンクの中にどれだけ空気が入っているかを示す残圧計、ここのメーターの表示もこのように示されますね。で、ちなみにね、この状態から元を閉めると、もうこのタンクからこっち側にはね、エアーはいかないので、このね、口に加えるレギュレーターの空気を解放すると、はい、このようにね、ゲージが下がります。ここ解放するとまたね、こっち側に空気が供給されるということですね。準備運動をして安心してください。密漁ではありません。で、足ひれ履いて、準備 OK、 行きましょう。まあ、後ろに防波堤が見えてると思いますけど、普段ね、皆さんが釣りされているような場所の真下、あそこはね、一体どういう感じになってるんでしょうか、ということをね、調査したいと思います。まあ、何かしらのね、魚は見れると思うんで、仕留めたいと思っております。どうぞお楽しみに。さて、このドライスーツを使った潜水漁、まずはじめにしなきゃいけないのが、ドライスーツについてある排気バルブというところを押して、スーツ内に溜まった空気を海中に放出します。今回の潜水漁はこのような漁港内でよく見かけるようなスロープと呼ばれるような場所から漁を行いたいと思います。早速何かを発見しました。海藻が生い茂った石と泥の間に何かがいます。ゲット。早速取ったのはマナマコです。で、このマナーマコは今日の動画の中でね、たびたび出てくるので、まあ皆さん漁師になったような気分でですね、さっき言ったようなナマコを探しながら、この動画をお楽しみになっていただけたらと思います。あまりにも小さな個体は、まあ見逃しながらですね、大きい個体だけを取っていきます。泳ぎ進めていきますと、この辺はですね、湾内でも特に水深の浅いような場所です。まあ泥というよりはですね、ちょっと砂地がかかったような場所です。さすがに浅すぎて何にもいないような状況ですね。これは釣りで使うような浮きの一種でしょうか。潜っていると釣り具は畳みかけます。さて、ここからは少し深くなります。泳いでいた時は満潮時なので、まあ水深5メートルぐらいでしょうか。これは小さな黒ナマコです。マナマコの種類には3種類あります。さっき見た黒ナマコ、そして青ナマコと赤ナマコがいます。コンクリートの隙間に大きなナマコがいました。これは青ナマコです。で、ちなみに少しね、生息域が違っていて、青ナマコと黒ナマコは泥地、そして赤ナマコは少しね、岩場がかったような岩礁帯に生息していることが多いです。この青ナマコは小さいので見逃します。で、赤、青、黒とありますけれども、基本的にはそのナマコの色、体表の色で定められていることが多いです。なんですけれども、まあ地方名によってね、若干の分け方が違いますし、中にはハイブリッドみたいなね、とっても見分けがつかないようなナマコもいますから、なかなかその判別、区別は難しかったりもします。さて、皆様お気づきの通りですね、魚が全くいません。ここでコンクリートの基礎に頭を突っ込んでみると、ここにですね、ちっちゃなメバルがいるんですけれども、そのまま泳ぎ進めていくとね、中に入り込んじゃいました。さて、ここでですね、皆様の共通認識として、こういった湾内は基本的に泥地と思っていただければいいと思います。まあ、ただですね、例外としてこうやってちらほら石が見えるところもあります。念のためこの石もね、覗いてみたんですけれども、このようにちっちゃなちっちゃな魚、まあメバルなんですけれども、それしかいませんでした。その近くにはですね、漁師が仕掛けたアナゴカゴというですね、仕掛けがありました。その名の通り、アナゴを取る量なんですけれども、もぬけの殻です。餌のイワシと人手が入ってました。
漁港内、船の下を泳ぎ進めていきますと、ここにはですね、ご覧のように、まあ、漁礁というんでしょうか。そういったものがあります。この漁礁は主に稚魚を育成するためにここに設置されました。ちなみにこれはね、設置されてまだね、1年ほどしか経ってないような状況です。釣り人の皆さんの足元に気づかれている石の上にですね、こういった魚礁がまあ置かれているような状況ですね。魚がたくさん住むような豊かな海になってくれという思いでね、設置されてはいるんですけれども、まあご覧の通り稚魚の姿は確認することはできません。で、ここにいたのはですね、魚ではなく、これはアカナマコですね。タンクの残圧の量を確認しながら量を進めていきます。左手の先には青ナマコ、ゲットです。さて、こういった魚礁はね、まあもちろんなんですけれども、釣り人の目からはね、見えないような深さに設置されていることがほとんどです。なのでね、これはエギですけれども、こういった釣り具がたくさん引っかかってます。防波堤は水面から見ると、このような形で築かれています。足元もコンクリートのブロックが敷き詰められているといったような状況です。ご覧の通り、依然として魚の姿は見られません。いるのはナマコぐらいでしょうか。青ナマコをゲットしました。ブロックの間に顔を突っ込んでみるも何もいません。さて、ここでのんきにふらふら泳いでる魚がいました。早速右手を伸ばしてゲット。無事捕獲したものの右手に何か違和感を感じました。この魚、ヒガンフグという魚なんですけれども、口には釣り針、そして糸とその先には重りがありました。で、その重りが下にある岩に絡まっちゃって、この魚も身動きが取れてないといったようなね、状況でした。魚の状態から見ておそらく数日間は、そういった状態で泳いでたんだと思います。瀬戸内海においてこのフグはね、あまり食用とされるようなことはありませんし、まあ、ちょっとね、かわいそうなのでこのまま逃がすことにします。依然としてまだ魚は捕らえられていません。左手に持ったスカリの中にはまあ半分ぐらいナマコが詰まっているような状況です。さて、この辺からですね、漁港の少し外側、潮の影響を受けやすいところまで泳いできました。同じようにコンクリートの隙間に顔を突っ込んでみるも、ここにいたのは小さなナマコたちばっかりです。奥の方にも魚の姿は見えません。ここにもね、漁港内で見たような魚礁があります。湾内で見たね、魚礁とは少し様子が違っていて、こちらの方が海藻の量が多いように見えます。魚にとっては海藻の量が多かったり、潮当たりのいいとこっていうのはね、生息域によりなりやすいと思うので、期待は大なんですけれども、果たして。深くまで潜っていって確認しますと、はい、カワハギがいました。ただ、小さすぎます。見逃します。この時点でナマコはほどほど取れてますけれども、今回の潜水量では魚が欲しい。ということでね、もっともっと魚のいやすい外側の防波堤に出てきます。これはサンゴの仲間なのでしょうか。海の中にはですね、あまり見慣れないような生物がたくさんいます。沖に行くにつれてどんどん水深は深くなっていきます。これはさっき釣り具が引っかかっていたヒガンフグですね。さて、ここで少し寄り道をします。私ここでお酒を沈めてます。日本酒とワインを沈めてます。で、これを近々数百本ネット販売する予定なので、お酒好きな方はね、今後の動画要チェックということでございます。さて、背中に背負っているタンクの空気の残圧はですね、そろそろ半分以下になってきているような状況です。最後泳いで帰るだけのね、空気も残しておかなきゃいけないですから、そろそろタイムリミットが近づいています。今度は完全に防波堤の外側、潮もですね、正面から来ていますし、水深もまあ6メートルぐらいはあるんじゃなかろうかと思います。
おそらくね、漁港の中よりはこういったね、防波堤の外側の方が皆さん釣られるようなこと多いと思うので、まあ皆様釣りされるような時の足元はこういった状況ということです。私が今潜っている防波堤の場合はコンクリートの基礎がきれいに並べられているというわけではなくてですね、まあ中くらいのこういうゴロゴロした石がですね、乱雑に置かれているといった状況ですね。で、あえてですね、ちょっと深い方に泳いでみました。で、この日は水深を測る水深計というものをね、持って行ってなかったので定かではないんですけれども、まあ8メートルほどといったところでしょうか。で、先ほどね、乱雑に石が散りばめられてると言いましたけれども、それはですね、ずっと沖まであるわけではございません。まあ今見てもらっている映像のようにですね、どっかで途切れて、で、そっから泥になってます。で、ナマコについてなんですけれども、餌はですね、泥をそのまま飲み込んで、その泥の中のね、プランクトンを捕食します。まあそういった具合でですね、特に青ナマコや黒ナマコなんかはこういう石が切れて、そっからね、泥になっているような、そこによくいたりもします。皆さんが防波堤から沖に向かってルアーなり仕掛けを投げてですね、巻いていくと、このような、まあ私が今から泳いでいくようなですね、ルートを通って皆さんはね、回収していくということになります。で、これダイバー私がいるので、魚もね、ちょっと驚いちゃって避けてるっていう部分はありますけれどもね、それにしてもですね、もうちょっと魚の姿を見たかったところです。さて、もう最後の最後です。深いところまで来ました。15メートルほどね、来ちゃったと思います。まあ私一人で潜っているということもあり、結構ね、危険度は高いです。で、深いところに行けば行くほどね、その危険性は高まります。特にね、残圧系にはね、細心の注意を払って潜水量を行っていきます。さて、ちょっとね、沖に行き過ぎてしまって、もう背中に背負っているタンクの残圧はなくなりました。ここでですね、もうすぐ帰らなければいけないということになってしまいます。残圧がね、少ないということもあり、最短ルートで帰ることを選びました。この防波堤にはですね、なんとトンネルのような穴が開けられています。空気を節約するために、このトンネルを潜ってくぐり抜けて漁港内に入ることを決めました。高さは1メートルほどない、おそらく7、80センチほどでしょうか。背中に背負っているタンクがギリギリ当たらないような、そういったですね、狭いトンネルを抜けますと漁港内にたどり着きます。残念ながらもうタンクの残圧はありません。最初入ったとこまで一直線で潜って帰ることにしました。やはり冬の魚は少ないという現実をですね、噛み締めながらとぼとぼと帰っていた、その時、死んだアイゴが海底に横たわっていました。誰か他の漁師が捨てたのかなと思って顔を近づけてみると、なんとエラが動いてます。生きているということで、すかさず一発で仕留めようと思い、こめかみを狙ったんですが、外しました。他の魚ならこのまま左手で掴みに行こうとするんですが、この魚はアイゴ、背びれに猛毒があります。このアイゴも狙ってかどうかはわからないですけど、顔面に向かって猛スピードで泳いできました。ですが、何かの影響で、もともと弱っていた個体なんでしょう、まだ水面をふらふら泳いでいます。そこで仕留めにかかります。最後の最後で待望の獲物をゲット。ただし、もともと瀕死だった魚、食べることはできるんでしょうか。さあ、クタクタで上がってきました。残圧系もね、もうほぼほぼなくてピンチの状態で上がってきました。もうちょっとね、余裕を持って上がってこなきゃいけないんですけれども、まあ本当にね、最後の最後までね、ナマコしかおらんくて、まあナマコね、ここにパンパンに詰まってるんですけれども、すぐそこでこれを拾いましたというか、ゲットしました。じゃじゃでかいアイゴ。でね、これめちゃくちゃですね、僕もさばいたことあるんですけれども、内臓がね、本当に臭いです。マジで臭いです、この魚はね。ただね、これからさばいて食べようと思うんですけれども、まあ、冬の内臓は、
臭くないのかもしれない。で、その辺もですね、まあお楽しみにいただきながらね、この魚の調理をね、ご覧になってくださったらと思います。ということでね、ナマコとですね、サザエが取れたんですけど、このね、スカリの一番下の部分はほどけるので、ここほどいて、出すと、こんな感じでダワーっと出る。おいおいおい。はい、このでバケツに7分目、8分目ぐらい取れたんで、だいたいまあ17キロぐらい取れたかなって感じですね。これいっぱいでだいたい20キロぐらいあるんで、それぐらいですね。で、前回同様ですね、サザエが3つ。これ全く前回の動画と一緒ですね。で、あとはですね、釣り人の方はわかると思います。エギ。これめちゃくちゃちっちゃいですね。1.8 号とか2号だと思います。それが2つ。これまだ使えそうですね。はい、という感じでね、この真冬のね、潜水量は、これにて終了ということです。で、まだ体感的には気温が、まあ、2度か、よくて3度ぐらいだと思うんで、海の中はね、割と暖かいんですけれども、この上がったら結構寒いという、これ潜水量あるあるです。ということで、着替えます。っていうか忘れてました、このチャックを開ける人を探しましょう。まあ自分でもこれね、開けれないことはないんですけれども、いてくれた人が楽ということで、チャックを、はい、あ、今日バケツがあるんですね。この前で3度目に分かっていや、なんでもつこうとしたら発火したら燃えそうなんや、わかる。これね、わかる。1個でいい。もういいね。ではまた、ありがとう。ありがとう。はい、さて、それではね、早速着替えたんで調理していきましょう。で、さっきも言いましたけどね、このアイゴ本当にね、臭くて有名な魚なんです。もうね、ちょっと臭いっす。はい、ということでね、早速ちゃちゃっとさばいていきましょう。最初にですね、この背びれ取っておいてください。あの、私もね、漁する過程でこれ刺されたことあるんですけれども、本当に痛いです。まあ、危険な魚はね、他にもエイだったり、あとオニオコゼだったりいますけれども、それにね、匹敵するレベルで痛いので、本当にね、気をつけてください。もうヒレは全部取っときます。はい、ヒレを落としたら次頭を落とします。で、このアイゴのね、どこが臭いかって、内臓が臭いんですよね。あ、思ったより臭くない。で、お腹裂いてしっかり洗って、そして三枚おろし、ガイドライン引いて、そしたらね、骨に沿って包丁を入れていくと、こんな感じで身が離れていくので、で、背骨まで達したら反対ひっくり返して、またね、同じように骨に沿って包丁を入れていくと離れます。で、ここ腹骨は切って、はい、こんな感じでね、まあちょっと失敗気味ですけれど、まあいいでしょう。で、こちら側の身もね、包丁を入れていって、この背骨まで達したら反対向けて同じようにさばいていきます。で、あとは腹骨切るように包丁を入れていくと、こんな感じで身が取れます。そしたらこのね、腹骨をすいて、これ苦手なんですけどね、まあプロじゃないのでね、この辺は大雑把にいきます。で、反対側も腹骨を取っていきます。もう最後はがっつり取ります。 OKOK。 そしたらね、この真ん中血合い骨があるので、これ取って、こんな感じです。手がね、結構かじかんでます。さあ、この中骨取れました。さあ、そしたらね、皮を引いていきます。臭さね、そんな臭くないって言ったかもしれないですけれども、まあ、ちょっと臭いですね。ちょっと鼻にね、ツンとした匂いを感じながら私今さばいてます。身は綺麗なんですけどね、多分こういうね、皮とかが、うん、ちょっと臭いな、皮。で、こういうですね、ちょっと匂うような魚は塩水処理って言って、塩水にね、つけると確か臭さが抜けるって聞いたことがあります。なので、これ今海水汲んできました。で、海水だけだと多分ね、塩分濃度高いと思うんで、もう半分ぐらい真水入れて、そしてここに刺身用の身をつけておきます。そしたらね、塩水処理が終わった身はしっかり
水分取って刺身用にカットしておきましょうか。はい、そしたら普段使用している羽釜の蓋の上に盛り付けておきましょう。 OK。 さあそしたらね、お次はサザエ。今日はですね、100均のくり抜く道具を忘れたので、多分このハサミでもいけるはず。ただね、新鮮なサザエはスピードが大事なので、よし、躊躇なくこのように抜きます。はい、 OK。で、今日は2匹サザエで、1匹はつぼ焼きなので、このまま置いておきます。で、指を突っ込んで貝柱を取ります。で、貝柱とね、内臓がひっついてるので、内臓は今日は使いません。この貝柱だけを取ります。指突っ込んで、肝はそのまま殻の中で、このね、貝柱にまだ肝とかいろんなものがついてるので、きれいに取って、こういうですね、ひらひらの部分とか結構苦かったりするので取っておきましょう。はい、これがね、綺麗な貝柱だけです。触ってみるとね、コリコリの部分だけなんで分かりやすいと思います。はい、そしたらこっちの身の方はまず余分なね、汚れ取っておきます。取り終わったら、この殻と身を剥がして、この隙間に包丁を入れるだけで簡単に取れます。で、ここね、赤い部分が見えると思うんですけれども、ここサザエの口です。これね、手でこのように取ってもいいんですけれども、僕の場合は包丁で取ります。このようにね、三角に包丁を入れると綺麗に取れます。まあ、これはね、手で取ってもこのように包丁で取ってもどちらでも構わないと思います。今日は刺身で食べるので、刺身でね、食べやすいお好みの大きさに切ればそれで OK です。これもね、そんなに考えることなく縦に切ればいいと思います。で、サザエはね、コリコリしてるんで、まあ、薄く切るのが僕はおすすめですね。火入れる場合は分厚く切っても構いません。よっしゃ、 OK。 はい、そしたらこんな感じで完成で、この調理場の横にはね、製氷機があるので、この中に入れとこう。さあ、そしたらね、調理場は火がないので、コンロがないので、このようにね、薪を作って、で、火をつけて、よし、これで多分つくかな。そしたらこの上に羽釜を置いて、そしてね、初の試みなんですけれども、サラダ油投入。こういう羽釜でね、油を温めたことないんですけれども、まあ熱は加わるのでいけるんじゃなかろうかと思います。原理は一緒ですよね。そしたら調理場に戻ってきて、このアイゴの切り身に天ぷら粉、これを適量かけて、両面にね、いい感じにつけていきます。ふっ、今気づきましたね、これでかすぎましたね。まあいいや、いっちゃえ。よし、粉少ない。やばい、間違えとるね。やばい、手順をね、完全に間違えてることに今気づきました。ちょっと一旦あげようかな。なんかね、おかしいなとは思っとったんですよ。いや、これは違うぞ。はい、失礼しました。天ぷらとはね、このように天ぷら粉と水を混ぜて、こういうのを作ってから、で、そしてね、ここに身を浸すんでしたね。再度油に投入。うっけー、よし、やばい、火がやばい。よし、もういいかな。うまそう。
よし、いろいろありましたけど完成。さあこれから食べますけれども、一旦この羽釜をのけて、で網を置いて、つぼ焼き用のサザエを1個置いときます。よし。さあということで、ね、完成しました。まず糖質ゼロから。雪が降ってきましたね。あ、うまで、こんな感じでね、めっちゃ見栄えいいっすよこれ。やばい。でね、料理焦りすぎてちょっとね、塩コショウもするの忘れてましたね。塩コショウたっぷりして、いただきます。あっ、うん、めっちゃうまい。心配してた臭み全然ないですよ。あの他の白身魚、マダイとかスズキとか、あとはハモとかね、うん、それと全く遜色ない。めっちゃうまいですよこれ。うん、うまっ。で基本的にね、魚ってこう潮が早い海域に住んでる魚の方が身が締まってたり、このアイゴはですね、本当にすぐそこで取ったアイゴなんですよ。内湾なんで全然潮もいかないんで、味心配やったんですけれども、これめちゃくちゃうまいですよ。やっぱ冬なんで、その分、うん、締まってうまいんですかね。ちょっとね、この土台はね、火から遠いんですよ。なのでこう直でいきます。まあメインとなる刺身いきますか。アイゴをですね、ちょっと臭いかなと思って海水処理した刺身ですね。いただきます。抜群、120点。めっちゃうま。抜群。何これ。多分ですね、これ東京の銀座の一等地のお寿司屋さんとかで、今日お客様のために仕入れました極上のマダイですって出してもね、これ絶対気づかないです。本当に絶対気づかん。あのやっぱり普段から魚食べとんで、魚に関しては舌肥えてると思うんですけれども、そんな僕でも120点これつけれます。めっちゃうまいですよ、ほんまうまい。でもちろんサザエなんかも、うん、これはね普通にうまい。お、できましたね。まあ本当にですね、今日は極端に気温0度の、本当にね、この辺が0度になることなんかないんですけれども、365日の中で一番冷えた日と言ってもいいと思います。まあこういう本当に寒い寒い日にね、海の中の調査できたことは本当に良かったことやと思います。ですね、そろそろ冷めたと思うんで、つぼ焼きを出して、で、私はね、この内臓の方は食べないんで、ここ取って、で、これを食べると、これが入ってますね。これちょっと臭いっす。あ、ここ割れちゃってますね。苦いっす。ここね、穴が開いてるのが分かると思いますね。ちょっと火を入れすぎてね、多分焼けちゃいましたね。で、ここから炭が入りましたね。ちょっと失敗。苦い。はい、ということで、このチャンネルは釣りされる方もね、結構見てるんじゃなかろうかと思いまして、皆さんが釣りをよくされるような、こういった堤防ですね、堤防の下を私が潜って、まあ、今回はね、その魚はほぼほぼ確認することできなかったんですけれども、その岩場の形状だったり、あとは物生え方、あとは堤防の足元から沖にね、どういった形状で深くなっていくのかっていう情報が、まあお伝えできたかなと思います。まあ、今回はね、この気温0度の中、こっから入ってですね、で沖からこのように帰って、来たというですね、まあルートだったんですけれども、ちなみにアイゴはね、多分本当にねこの辺です。で、あのアイゴ多分 400g ぐらいだと思うんです。で、 400g だとね、多分キロ100円なんで40円ぐらいでしかね売れないような、もしくはただ、はい、持って帰れって言われちゃうような魚です。で、多分お届けできたかと思うんですけど、本当に死にかけだったんですよ。この内湾だとおそらく水温も10度切ってたかなと思うんで、まあそれによって本当に死ぬ間際だったのか、その辺はね、あいつに聞かないと定かではないですけれども、まあ普段漁をしてたら嫌なハプニングとかですね、トラブルありますけれども、こういったラッキーパンチもあるんだなぁとね、まあ私自身も驚いてる状況です。で、こういった感情をね、視聴者の皆さんと共有できたことは本当に嬉しいことだと思いますという、なんか綺麗事みたいなね、言葉尻になっちゃいましたけれども、これで今日の動画は終わってきます。まあ、今回はざっくりと釣り人の皆さんの足元をね、調査するという動画でございました。ではまた次の、潜水漁でお会いしましょう。バイバイ。